やっほー、こんにちは、こんばんは。ケンディです。今回ですね、本当は今日動画撮るつもりはなかったんですけど、緊急で動画を撮りたいなと思います。それは何かっていうと、乃木坂46のシンクロニシティが、太鼓の達人の曲に収録されました。おめでとうございます。いや、本当にね、すごいなって思いますね。AKB48 の曲とか、欅坂46の曲は、もう何個か収録されてる曲があるんですけど、まさか乃木坂46がね、収録されるとね、思いませんでした。今回の11月21日のアップデートで来たんですけど、いや、それと同時にね、団員道場もね、追加されてね、本当にすごいなと思います。最近ね、乃木坂46の勢いが本当にすごいので、シンクロニシティが太鼓の達人で叩けるっていうのはもう本当に嬉しいなと思います。本当は今日ね、シンクロニシティのね、動画、太鼓の達人の動画を出そうと思ったんですけど、お客さんがたくさんいたので、もうカメラ撮影するとちょっと迷惑になるなと思ったんで、また後日にね、シンクロニシティのね、自分が叩いてる姿をね、動画出せれば出したいなと思ってるんですけど、いや、本当にね、僕ね、この動画を撮る前にね、シンクロニシティのね、歌ってみた動画をね、3日前に撮って、もうすぐアップするんですけど、この動画の次にアップしようと思ってるんですけど、それをね、歌ったばっかりなんですよ。まさかそれが収録されるとは一つも思わなかったんで、いやー、こんな形でね、出てくれるっていうのは本当に嬉しいなと思います。まあ、シンクロニシティはね、もう神曲だと思うんですよ。もう本当にね、聴いててね、めっちゃいいじゃないですか。センターマイアンじゃないですか。めっちゃいいですよね。もう本当にもうすごいし、もうマイアンがセンターっていうのは本当すごいなとは思います。なのでね、太鼓の達人でね、叩ける日が来るってなったので、いや、楽しみだなと思います。まあ、太鼓の達人の動画はサブチャンネルの動画とか、サブチャンの動画とかで、ね、出していこうと思ってるんですけど、今回ね、特別にね、まあ、シンクロニシティのね、動画をね、このチャンネルで上げようと思ってるので、もしよかったらね、見てくれると嬉しいんですけど、僕はね、もうフルコンボとか、もうノルマクリア、魂ゲージしかできないんですけど、よかったらね、気軽にね、見てくださると嬉しいです。共感してくれる人がいたらね、本当嬉しいんですよ。もう乃木坂46好きな人がいて、それで太鼓の達人をやってるっていう、この動画を見、このシンクロニシティを知って乃木坂46を好きになれる、なってくれる人がいたら本当に嬉しいなと思います。なので、よかったらゲームセンターとかで太鼓の達人をやる機会があったら、シンクロニシティをぜひプレイしてくださると嬉しいです。はい、ということで、今回は太鼓の達人にシンクロニシティが追加されたっていう動画を撮りました。この動画が良かったらチャンネル登録、評価よろしくお願いします。バイバイ。